では皆さんこんにちは。ネクサスという団体の、ラジオの吉岡です。よろしくお願いします。前回も参加していただいた人は、分かると思うんですが、もともと大阪で活動している陸上のクラブチーム兼教団チームです。で、陸上のスクールやったりとか、試合を、開いたりしています。で、今回、この三田市とか兵庫県で講師の方を、日本代表の人が招いて中学生高校生に人の機会を出したいなというのでやっていきます。左ラックスで、今度反対左足上、左手上、右手が下で反対伸ばす、スッター、はーい、先生何回になりましょう。これ背骨を動かすストレッチなんで、一番初めにやると結構体が動かしやすくなると思います。1個ずつ、まず最初、右足やったら右手で足を動かす。で、さっきはここの骨盤を開かないように言われたけど、これはあくまでここのストレッチなんで別に開いてもらったらいいで、3歩歩いて次逆の足、このままこうやって上げてくれてもいいし、僕はいつもちょっとかがんでから上に行ってあげる、ちょっと伸ばしていきます。次ね、一回ちょっとそのままでやってみて。で、できるだけ、硬いなみんな。硬い人がいます。肩甲骨のストレッチをやって、このテートヘイリックつけて上げるところまで上にグーって上げて、でそっからグワーって開くね。わかる？そっから上に上げて大きく開く。でまだ先があんねんけど、こういくやん、上にグーって上げるやん、グワーって開くやん。でそっからそれをそのまま下に引き出すね。で次後ろからグーって持ってきて、次横に開くね。で上に持ってきて最後やってんけど、これできひん人結構いてて、顔にどんな顔してんの？からの早く手上げ、うん、手下で下腕下、違う腕下、そう下から運動や、下からずーっと持ってきて、ガチで、ガチでやってんのそれ。笑かそうとしてる。どうか分からへんか、ちょっと分からへんけど、僕の中で地面を押すと、やっぱりなんかこう、正直あんまり前に。で、僕が普段どうやってるかっていうと、後ろから前に投げる。後ろから前に投げる。蹴るんじゃなくて、こういう動きで僕も。だから、割と、ウォーミングアップでバウンディングやったりとか、まあ、よくメディシンボールとかね、こういう、こういうの。っていうのも全部そういう動作に僕は関連づけてきて、スタートの時に踏むんじゃなくて、後ろから前に持ってきて、乗り込んでいくっていう。僕はずっとそういうイメージだったんで、今日、まあ、ぜひ一回そういうのを、みんなに体感してもらいたいなと思います。土だと、滑るんで、今日は、まあ、滑りにくいコンクリート。じゃあ課題を持っていきましょう。であとみんなちょっとその課題を感じながら、できるだけ自分が 10m のマークのところを自分が大体何歩目で通過してるかっていうのを一応覚えといてほしいね。